ウィリアム・ジャクソンはアメリカ独立の時の人物であり、フィラデルフィアでのアメリカ合衆国憲法制定会議で初期官を務めたことが最も注目された。アメリカ独立戦争中は大陸軍でも功績を挙げた。戦後、ジョージ・ワシントン大統領の個人秘書の一人として仕えた。ジャクソンはイングランドのカンバーランドで生まれ、両親が死んだ後で、 サウスカロライナのチャールストンに移住した。ジャクソンは家族の友人であり、著名な商人の応援ロバーツに育てられた。ロバーツは民兵大隊の指揮官だった。1775年に戦争が勃発すると、ロバーツが愛国者軍に加わり、ジャクソンも従った。おそらくロバーツが第一サウスカロライナ連隊で、ジャクソンが見習い士官になることを助けた。 1776年5月、ジャクソンは少尉に任官された。1776年6月、チャールストンの近くでジャクソンは初めて戦闘に参加した。彼の連隊は、イギリス軍ヘンリー・クリントン将軍のサリバントリで攻撃を撃退した。この部隊は、その後長期間チャールストン氏の防衛につき、その間愛国者のチャールズ・コーツ・アース・ピンクニーが第一。 サウスカロライナ連隊の指揮を取った。1777年、遅く、ジャクソンは、ロバート・ハウ少将の指揮で、イギリス領東フロリダの戦闘オガスティンに対する、発想のまずい遠征隊に加わった。この遠征は見事に失敗し、アメリカ軍は病気で倒された。ジャクソンは生き残って1778年に、サウスカロライナに帰った。 フロリダからの帰還後、南部の諸連隊は、マサチューセッツのベンジャミン・リンカーン少将の指揮下に置かれた。ピンクニーはリンカーンに、北部人としてその南部の軍隊に関わる手助けを行う副官が必要であることを確信させた。ジャクソンがこの任に選ばれ、一時的に少佐の位に昇進した。ジャクソンは、リンカーンの副官として、1779年の ストのフェリーの戦いとサバンナ包囲戦に参戦した。1780年、リンカーン将軍は長きに渡ったチャールストン包囲戦の後で降伏した。ジャクソンは捕虜士官としてフィラデルフィアに船で連れて行かれた。数ヶ月後、捕虜交換で大陸軍に戻された。ジャクソンは有能な参謀士官としてジョージ・ワシントン将軍の参謀に入り、 将軍の副官ジョン・ローレンスの秘書を務めた。戦争中の多くの機関をローレンスと共にヨーロッパで過ごし、アメリカに戻ると短期間ワシントンの副官、及びリンカーンの陸軍将事官補を務めた。ジャクソンは1783年に戦争が終わると軍隊を離れた。アメリカが衆国憲法に署名する様子。ジャクソンは中央に立っている赤服。 戦争後数年経った1787年、ジャクソンはワシントンに手紙を書いて、フィラデルフィア会議の初期間の仕事を申し込んだ。会議の初日である1787年5月25日、アレクサンダー・ハミルトンがジャクソンをこのポスト候補に指名し、大議員たちはウィリアム・テンプル・フランクリンよりも、ジャクソンを選んだ。フランクリンは、ベンジャミン・フランクリンの孫であり、 パリ条約交渉の時には祖父の秘書として働いた経験があった。ジャクソンは会議書記官として多忙であり、会議記録の機密を守ること、公式議事録を取ること、及び会議記録以外の記録を抹消することがあった。ジャクソンは大議員たちが憲法に署名したことを証明するために、書記官、ウィリアム・ジャクソンが証明と署名した。この署名を行うことで、ジャクソンは 憲法の40番目の署名者になった。ジャクソンはまた、署名の日から数日後の1787年9月20日に、ニューヨーク市で開催されたアメリカ合衆国議会で憲法を朗読する公営によくした。ジャクソンは会議前から法律の勉強をしており、1788年に法廷弁護士として認められた。ジョージ・ワシントンが百八十九年に、 大統領に就任したとき、ジャクソンを個人秘書に選んだ。ジャクソンは1791年にこの職を辞し、公務員と法律の仕事を続けたが、一時期、フィラデルフィアの連邦等の新聞、ポリティカルアコマーシャルレジスターの編集委員を務めた。ジャクソンは36歳の1795年に結婚した。 1800年からその死の1828年までは、シンシナティ協会の全国的書記間として、活動的な退役兵を続けた。ありがとうございます。